ドイツ騎士団国、ドイショアデンススタット・オーデンススタットは、13世紀、バルトワン沿いで、北方十字軍の機関、ドイツ騎士団により建国された十字軍国家である。ドイツ騎士団領、ドイツ騎士修道会領などとも呼ばれ、ドイツ語では、オーデンススタットとも呼ばれる。また、ドイツ騎士団の別役である、トン騎士団から、チュートン騎士団国とも呼ばれる。 ドイツ騎士団が1230年に、異教徒コプロイ先人を征服した後、コチを基盤に作った国。その後、コットランド島、クールラント、リボニア、ノイマルク、ポメレリア、ジェマイティアまで拡大した。領土は、現在のエストニア、ラトビア、ポーランド、リトアニア、ロシアに及ぶ。テッラマリアナ1237年に、テッラマリアナを支配していた。 リボニア体験騎士団をドイツ騎士団が吸収し、リボニアにおけるドイツ騎士団の自治的な分断であるリボニア騎士団とした。1346年にはデンマーク王はエストニア公国を19000ケルンマルクでドイツ騎士団に売却した。デンマークからドイツ騎士団へのエストニア公国の統治権の異常は1346年11月1日に行われた。 ドイツ騎士団、国家1260年ドイツ騎士団、国家1410年1410年のグルンバルトの戦いでの敗北後、ドイツ騎士団は衰退し、分断のリボニア騎士団が1422年の1435年に結成されたリボニア連盟に加わったことで、現在のエストニアとラトビアにわたる領地を失った。東の修道会の国は、 1525年プロテスタント宗教改革の時期にホーエン・ソレルン家が政権を握るプロイセン公国として世俗化された。リボニア支部はリボニア同盟都市消滅する1561年まで続いた。ありがとうございます。